して赤コーナー岩谷真由選手の入場です。IWGP 女子初代王座決定トーナメント1回戦時間無制限一本勝負を行います。青コーナー大江戸対156センチ56キロブラックピーチ渡辺ポンポン。赤コーナースターズ163センチ53キロ、世界に轟くスターダムのアイコン岩谷真由。レフェリー村山大地。10分経過。Thank you.
12分35秒、勝者岩谷麻優。皆さん、好きな選手を応援して精一杯
後押ししてくれると嬉しいです。本日はありがとうございました。明日よろしく。よろしく。よろしく。どういうベルトになるのかとか分かんないですけど、とりあえず初代を巻くスターダムのアイコンが初代、いろんなグランドスラム達成してますけど初代王者、それはまだ自分の中の歴史で一回も残されたキーワードじゃないので、必ず自分の歴史の中に初代を刻み込みたいと。誰かアラーム鳴ってるよ初代を岩谷真由の歴史に刻みたいと思います。まあ桃ね、渡辺桃、今日は正義が悪を叩きのめす、その言葉の文字通り
正義が勝った。姑息なね、手を使っても勝てない。大江戸隊じゃなくて正義の道っていうのもいいんじゃないですか、渡辺も。まあまた明日立川大会で会いましょう。決勝に進んでから今後の目標を言います。ありがとうございました。プロレスリングスターダム広島初のビッグマッチ、女神たちの戦いが 11.3 広島サンプラザホールにてチケット好評発売中。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。